富山は栃木県日光市半垣面にある山。旧日光市市街地の北側に位置し、標高は880.2メートル。富山は栃木県日光市半垣面にある主に、石英半岩からなる山である。山頂部まで木が生い茂っているものの、独立峰であることもあって山頂からの展望はよく、北側には日光氷連山の山々が、 また南側には、日光市街地と、なるむし山、今市市街地や日光杉並木のほか、宇都宮市方面の山並みまで見渡せる。日光山の真けとして、美写門天が祀られており、その歴史は、工房大師の日光入山にまで遡るとの伝承もある。世界遺産に登録されている日、高山林王子、日光東照宮。 日光二ら山の神社の起門にあたる北東に位置することから山頂部にはこれを守護するため微社門堂が建てられ微社門天が祀られている微社門堂はかつて木製であったが現在は石製のものに作り替えられている明治時代の廃物希釈により林王寺の境内地となったが以前は神社地でありその名残として山道である登山道には石鳥居が残されている 1878年、日光に滞在したイザベラバードは、日課としてまず、日光東照宮などの自社群を見学し、滝を見て、南大山、赤蘭山、女宝山、大真菜子山、小真菜子山という日光の御大峰が雪を被っている様子や、さらに江戸から歩いてきた関東平野の彼方に、筑波山が広がるのを、富山から眺めた後、最後に、 日光の生活ぶりを知るためいる町を見物したと自身の手記に記している。旧日光市街地に近い稲荷川沿いに登山口があり、山頂まで登山道が通じている。この登山口から富山山頂までは徒歩で30分から小1時間程度であり、小休止を入れても往復2時間から3時間ほどもあれば登山が可能である。なお、地形図には富山山頂から尾根伝いに、 霧降り高原歩道に至る破線が記されているが、道の整備状況が悪く一部不明瞭である。ありがとうございます。